左なんだけど。ね、左の方が硬いね。いって。バブ左みたいな。わかんない。いって。腰痛左側でしたよね。あ、そうですね。それがこれここから上がってったりする場合もありますから、ね。ああ、そうなんです。いって。ああ、いって。左手。いって。同じ疲れますか、俺。え、あ、はい。痛いな。そんな強くしませんよ。痛いな。肩に力入る。皆さん、そうおっしゃられます。痛い。触ってて痛いとこって分かるんですか？もちろん。だから痛いとこばっかり押されてる。なので気持ちよくなってきたなという瞬間に痛いところに移ってると思うんですけど、というのはやっぱりその痛いところって汚れてる部分なんですね。でそこばっかりやっぱりやってあげた方が、ね、せっかく60分の時間限られてますから、ギリギリまで痛いところをピンポイントでぐいぐいと行きます。痛いとこは硬いんですか？痛いとこ硬いんですよ。痛い。イメージしてもらうと冷凍庫から出てきたお肉、はい、触ったら硬いよね、はい、あれ解凍してもなんかまだチンしたけどまだなんかちょっと残ってる時あるじゃないですか、あの感じ。あイメージしちゃうと余計痛くなっちゃう。